平成26年11月16日 X リーグ2014ディビジョン3ウエスト、場所は彦根陸上競技場にて加古川オズナス対三重ファイヤーバードの試合が行われます。ただいまから試合開始前のキックオフの、を決めるコイントスです。前半は三重のキックオフ、加古川のリターンで試合が始まります。フェイクオプション QB キープ、しかしロス。6番キャッチ、リターン。ファイヤーバード陣25ヤード付近でボールデッド。パス、10番から5番へのパス成功、タッチダウン。パス、15番、13番へのパス成功、ファーストダウン。スイープ、25番、約35ヤードのゲイン。左スロットバックアイ、右オフタックル、しかしゲインなし。ギャンブル失敗で攻守交代。パス、10番から25、パス成功、ファーストダウン獲得。パス、10番、7番へのパス成功。ボールはどちらが抑えた？ボールのリカバーは三重。ターンオーバー、攻守交代。右スロットバックアイ、ダイブプレー、約3ヤード。パス、15番から13番、パス成功、パスダウン。プレーアクション、15番、ターゲット13のパス成功。スロットモーション右へ、QB サック、40番、ロスしたヤーデージが有効になります。ダウンはフォースダウン。バックウィングモーション、左リリーオプション、ピッチ、キャリア28番、オープンへ展開、約8ヤード。ドロップワーク、11番、右へ流れるパス、5番へのパス成功、ファーストダウン。キックレンジ37ヤード、キッカー17番、キック成功、3点追加。加古川オズナス10点、三重ファイヤーバードズ0点。パス、15番、ドロップバック、これをオズナス6番がインターセプト。パス、10番、ターゲット25番へのパス成功。パス、10番から82へのパス成功、タッチダウン。15番パスを試みるも、これをオズナス12番が QB サック。右スロットバックアイ、プレーアクションのパスを試みようとするが、オズナス19番のラッシュにより QB サック。 QB ドロップバック、右へロールアウト、そこからかわしてパス、これを、三重がインターセプト。42番、フォースダウン、ギャンブル、残り1分、左スイープ、ピッチ25、しかしファーストダウンには届かず、
攻守交代ターンオーバー。 QB 左ロールアウト、パス10番から11番のパス成功。そこからキャッチアンドラン、そのままエンドゾーンタッチダウン。ボールオンは自陣43ヤード。ハーフウェイ付近でアウトオブバウンズ、攻守交代。リードオプションピッチ、キャリア28番、約7ヤードゲイン。 QB パス11番、8番へのパス成功、ファーストダウン。ドロップバック10番、パス7番へのパス成功、約3ヤードから4ヤード。ドロップバック10番、パス82番へ成功、キャッチアンドラン。パス10番、そこからスクランブルして縦、そのエンドゾーンタッチダウン。パス15番、しかしこれをオズナス41番が QB サック。パスドロップバック15番、スクランブルを試みようとするがラッシュきつく、 QB サック。パス10番、ターゲット82、パス成功タッチダウン。ドロープレー、しかしこれをオズナスがラッシュ、そのまま大きくボールをかき出し、リカバーはオズナス。 QB 右へ流れながらパスタッチダウン、ターゲット7番。パスキャリア4番、ゲイン1ヤード、フォースダウン、スナップミス、パントを55番が抑えて蹴るが、ドロップバック10番、パス、8枚のパス成功、そのままエンドゾーンへタッチダウン。ボールオンは自陣31ヤード。オズナスリターン、リターナー18、そのままエンドゾーンタッチダウン。ダイブプレー、キャリア8番、しかしボールをファンブル、これをオズナス13番がリカバーしリターン。ドロップバック10番、パスターゲット11、パス成功ファーストダウン。ドロップバック10番、パスターゲット11、成功ファーストダウン。キック成功3点、カクワーズナス61点、三重ファイアバーズ0点。右スロットのバックアイ、ヒッチパス22番、キャッチアンドラン試みるが、ここで試合終了です。カクワオーズナス61点、三重ファイアーバーズ0点、カクワオーズナスの勝利です。